ここ私立スクミズ学園では女子生徒は全員スクール水着で通学することが義務付けられていた。生理中でも真冬でも例外はない。この校則は開校以来60年厳格に守られ続けた。しかし2084年春、反逆者が現れた。ズンダモンは男子だった。にもかかわらず彼は中高一貫の6年間、学園に女子用のスクミズを着て通学した。若すぎる彼のチンコはことあるごとに激しく勃起し、その勢いで水着の脇からはみ出た。それでも彼はスクミズをやめなかった。彼をただの変態とみなし、けなす者もいる。しかし、私は彼を天才だと思う。人は自分の本当にしたい格好をしてこそ、本当の自分になれるからだ。そして、本当の自分であり続けようと、戦い続ける人こそが、少しずつ世界を良い方に変えてゆくのだと、私は思う。